はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。今回は甲子園2回戦です。前評判 B、 頑張りましょう、勝ちましょう。さあどんな感じの B かな。同大会決勝みたいな B だったらいいんだけどな。日野使おう、9番だけど。よし頑張ろうぜ、勝とうぜ。そろそろなんかやたらと強いとこ来そうだよな。今年の夏は本当にめちゃめちゃ強いってとことは一回も当たってないから、運だけどここまで来てるからね。高知代表強豪四万十、三塁側南北海道代表強豪佐藤、お願いします。スタンドは満員のお客さんで埋まっています。まあ強いな。佐藤リードで迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生、日野。マウンド上は宮川。打力半端ねえな。熱田くん。いやー、うわ強いな。久々になんかこのレベルを見た気がする。なんか一人ちょっとかわいそうな感じだけど、ほんと久々だねこのレベル見るのは。よし頑張ろう。日野くん活躍させちゃっかんな。俺がビシッと動かして。おそらく俺が操作すれば日野くんと長澤くんが勝手に変わるってことはないと思うんだよな。ミート。オッケー。あーダメだ、正面だ。取りました、ボールは中継。これで2アウト。リードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で日野、第1打席はライトフライに倒れて、ランナーいねえし、思いっきり投げました。もう巨人一本で。ほらなんかお客さんが分かんないけど、攻めていこうぜっていうのすげえ軽く言ってる。おスタンドに入りました。投球は3球目、投げました、インコース。オッケーよし打ったバッター頑張れ。もう日野ツーベースヒット、バッターはトップに帰って松浦。うわ流していけよな、引っ張りで進塁もさせてしな。ラッキーボーイはちょっと取っとくか。流すかレベル高い方いくか、レベル高いのチョイスすっか。一応強振に行こう。第9投げました、ボール頑張れ。第2球投げました、打ちました、笹沼交代。さあ第3球を投げました、ボール。よしよ、2ボール1ストライクです。第4球を投げた、アウトロー、ストレートは外れてボール、カウントは3ボール1ストライクです。さあ5球は5球目、5球目ストライク。強振に行こうか。第6球は三振。うわすごいシュート。先ほどホームランを放った湊、やべ湊が本当に2番になってからすげえ大活躍だな。第9投げたストレートはここはハマったな、ここはハマった、素直にハマったといいでしょう。それで第2球投げた、下位打線だな。第3球を投げた、インコース高めストライク。日野を下位打線に置くっていうのはもうね能力的にありだと思うんだよね。第4球を投げた、打った、一二塁間のゴロ。結果がついてこないのが寂しいんだよな。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さく追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは3年生、打てっかな、打てるかな。それこそちょっと雑かもしれないけど、エンドランでバットに当てさせた方がなんか可能性ある気がしてくるな。エンドラン、第9ランナースタート。うわーいいよ、どまい。チャレンジしたということが大事です。
佐倉リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生日野。第9、1塁ランナー走った、打ちました、どうだ、レフト交代、よしよしよし、落とした落とした落とした、2塁回って3塁へ、日野素晴らしい野球、外野手うまかったね。さあチャンスを広げました。打順は1番に帰って松浦。さあラッキーボーイの本領発揮、パワーヒッター超期待しちゃうかい。第9ボール、犠牲フライのレベル高かったが犠牲フライもありっちゃありだったな。第2球投げました、ボール、カウントは2ボール。第3球を投げました、ストライク。サードランナーちらってみた。第4球は打った、いい当たりだ、センター方向に持っていきましたが、あっとよし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 、今拾ったボールの中継、サンダー2点入りました、今の港はやべえぜ。打つぜ。第9投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、危ない球、頑張れ。第3球を投げました、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた、これはオーケー、本当にすごい本当にすごい、四万と追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは1年生篠原。今日の第1打席はスイングアウト、マウンド上初球流し打ち、アウト、投げた、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、肩越しにランナー見た、投球は3球目、打ちました、ピッチャー、おーうまい、そして今拾い直した、バカ記録はフィルダースチョイス、もったいなさすぎるだろう、もったいないな。いやまあゲッツー取れるでしょこれで。第9見送ってストライク、まずは入れてきました。いやもったいなかったな。第2球投げた、もう1球外してきました。第3球をボール、カウントは2ボール1ストライク、頑張れ、投げた、直球見送ってストライク、いやいいストレート。次は5球目、打ちました、いや大丈夫大丈夫、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、うちの守備職人はうまいから守備は。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。打たせて取れと臭いところ使い分けていってみようか。第9投げた、真ん中に飛ばしてストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、ボール、大きく外れました、カウントワンボールワンストライク、頑張れ。第3球を打ちました、ファーストの右、ゲッツーコースだ、2塁フォースアウト、間に合わない、1塁はセーフ、1塁はセーフ、併殺失敗。第9投げました、初球からいいストレート、152キロ。サードランナーちらってみた。第2球投げました、またも空振り、これで追い込みました。フォーク欲しいな今更だけど。第3球を1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。第4球はアウトコース、いやー素晴らしいわ、エース感が半端なくなった。さく追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは1年生藤木。お気づきはパワー C までいってんだ。第9はボール、とりあえずパワー B だな、 B まで持っていけば投げました、外れた、弾道用に振り回されることもなくなってくるで、あとミートがあれば。ボール、カウンター3ボール、頑張れ、投げました、低めのフォアボール、ストレートのフォアボール、さあ日野だ、ヒットを放っている日野。さあ持ち前の闘魂が力を発揮するか、打ちましょう。第9初球空振り、いや今日よかった、動かして2安打してくれたことが嬉しいわ。第2球投げた、カーブ決まってストライク、いや闘魂使っちゃったかな、強振に行きたいな。追い込んで投げた、危ない球、危ない、投げた、内角ボール球打った、レフトフライ、飛距離
ていません。取りました。ドンマイ。これで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。なんか流しですげえ打てる気がするんだよな。第9外角へストライク。まずは見送りました。何点当たっていいよ。さあ次の投球ボール。カウント1ボール1ストライク。投球は3球目。投げた。決まった。ストライク。第4球はボール。カウント2ボール2ストライクです。打ってこい。第5球投げた。打ちました。サード左。面白い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 。サードから一塁送球。よし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 。サードのエラーが記録されます。さくらなおもチャンスが続きます。今のみなとやべえから。結果残しちゃうから当たり前のように。第9初球空振り。第2球投げました。危ない球。ファイト。第3球を投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。今日ホームラン2本打ってるけど調子には乗らないか。第4球を投げました。ストレートはボール。カウントは2ボール2ストライク。肩越しにランナー見た。投げました。流し打ち。どうだ。ファーストの横。言ってくれよ。若林そのままベースを踏んで3アウト。結局3。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生ヒューガ。お疲れ。そうだな。じゃあエリス。ランナー一人を置いて迎えるバッターはエリック。さあ相手投手を威圧していきます。転がせとか面白そうよ。投げました。ボール。第2球2球目空振り。打とう。投球は3球目。投げた。3球目空振り。いやずっと言いたくて言わなかったことがあるんだけど、追い込んでから第4球を打ちました。打ち強いね。うまい。そんなことやってくんだ。タッチとかもしてくんだね。左バッターボックスは藤木。代打は新庄。桜代打構成に出ます。いやってかやっぱつらっと長澤君出てたな。やっぱ変えられちゃうのか。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9ってこい。初球はストライク。まずは見送りました。ああそうやったらあれだったな。藤木君変えたの失敗だったな。投げた。インコース引っ張った。スタンドに入りました。第3球を投げた。内角低め外れてボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた。打った。三遊間のゴロ。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。今日あそうか外野手できんのか。いやいいや。桜庭行っとこうか。でちょっと待って守備交代。シマント。この回は2番からの好打順。先頭バッターは笹沼。今日はここ守備で天宮サードでエリスセカンドいいね。二の前をファースト。キャッチャー変えるのちょっと怖いけどここは勇気持っていきましょう。村岡くん。さあここは守備を変えてくるよ。福くん構えてろよ。いつ行くか分かんないぞ。まず盛り上げる星付き使うでしょ。あと2回使えるからね。上限コミグロス。さあ抑えろ。初球空振り。ピッチ。初球空振りから第2球投げた。打ちました。切れていきます。ファール。
げました。ボール、カウント1ボール2ストライク。頑張れ。第4球を投げました。アウトコース。いやー本当に素敵なナックルカーブ。第9、桜庭くん何イニングぐらい投げてんのかな。未だに防御率ゼロというのが すごいのね。第2球投げました。ボール、カウントは1ボール1ストライクです。頑張れ。投球は3球目、投げました、見送ってストライク。完封勝ちしたいね。さあ4球目、見送ってボール、抵抗カウント。抑えろ。第5球投げた。いやー、いい決め球持ってるわ。2者連続三振。第9、初球で送ってストライク。第2球、外角高め。いやー素晴らしい、本当にすごい、そのナックルカーブ。投球はこれから3球目、ストライク。いやーうまいね、最後のストレートも。村岡くんいいね、キャッチャーね、よかったね。ありがとうございました。ギラギラまぶしいマイフレンズ、ほのかに香る春のフレーバー、むしけ痛い俺たちのドキドキの未来掴み取れ、ときめくときめけときめけば、さくらここ。いや、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えします。2回戦突破順調ですな。怖いぐらい順調ですな。あー天童シーナ持ってんだね、しっかりとね。いいね。勝ちましたね。いや天童すげえな、走力の伸びが。甲子園入る前 F だったよね確かね、走力ね。さすがに低い能力だから伸びやすいんだな。お、エリスミート50、嬉しいですねこれは。頑張れよ。せーのドン。前評判 C。 安来義塾っていいのかな。安木安来、ちょっと分かんないな、初めて見る。お、はい、導入しましょう。3600でしょ。じゃあ機材2つ買うか、お楽しみは2つ買おう。なんだ北の大砲、ありがとう。頑張って成長してね。もしかしてこれで全部揃った機材。八
87レベル。おー、いいですね、いいですね。いやー、何年目この栄冠、5年目やっと安定して強くなってきたね。よし、終わりますか。みんな疲れてる？疲れてないね、全然大丈夫ね。よし、終わりましょう。明日は3回戦頑張っていきます。よし、終わりましょう。終わります。バイバイ。